あなたと今ハロペコ。今日はですね、足利市中川町にあるピッツァリアピノッキオさんにやってきました。道に出てるイタリアン目立つね。外観はとっても綺麗です。駐車場はお店の前にあるよ。イタリアン久々だな。今回はピザとパスタを食べるぞ。ランチもやってるよ。今回は夜訪問です。店内はテーブル席。ヨーロッパ系の音楽が流れてます。こちらは本日のおすすめ。卓上はオシャンティーです。ダイニングの卓上もオシャンティーです。水ももちろんオシャンティーです。メニューです。こちらは一品料理のメニューです。そしてセットのメニュー。サラダのメニューがあります。パスタやリゾットのメニューです。プラス300円で太麺にも変更が可能です。種類が多いですね。どれがいいかな。そしてこちらはピザのメニュー。聞いたことない名前ばかりです。イタリアの文字ってソッが多いですよね。そしてお酒のメニューもあります。生ハムとルッコラ970円。ドロロロ、シャレてる。私は今日ノンアルコールなんですが、相方がワインを言ってるので生ハムとルッコラ抜群に合うでしょうね。うまげ。こんな感じです。いただきます。生ハムの塩っ気とルッコラが合うんですよね。またこのオリーブオイルも香りがとてもいい。ボーノ。エビとアスパラガスのトマトクリーム1330円。ドロロロ、こちらは私です。今回は大盛りにしています。大盛り料金プラスの値段を聞くの忘れてしまったんですが、すごい量があります。イタリアンっていうと量が少ないイメージがあったので大盛りにしたんですけど、結構な破壊力ですね。それではこのスープ、濃厚そうですね。トマトのピンクとクリームの白がとてもいいです。麺は通常の細麺にしております。太麺が好きな方はプラス300円で変更してみてください。いやー、絡まってるね。パセリもいい感じ。久しぶりのパスタにテンションが上がっております。そして量が多いのもテンションが上がってます。いろんなねソースがイタリアンってあるんですけど、私一番好きなのはクリームソースが一番好きです。結構しっかりした味付けなんで美味しいですね。トマトの酸味がちょっときて、パセリの香り、チーズがたくさん入ってて、チーズをかなり感じます。スープまでうまい。そして私の大好きなエビちゃん、アスパラちゃん、エビもかなりたっぷり入ってたんで豪華ですよね。うまい。なんかガーリックかなんかで炒めてあるような香りがするんですけど、間違ってたらごめんなさい。アスパラも柔らかくて美味しい。アスパラはやっぱりあっさりしたこういうパスタには合いますね。めちゃくちゃうまい。ボノマルゲリータ1210円。ドロロロ、相方はこちらです。大きいピザなんですよ。そして耳の部分かなりふっくらしてて美味しそうです。今日もうまげと言いたいところですけど、今回はうまげリータですね。それではピザカッターで切っていきます。カット。この緑と赤と白のイタリア国旗ですね。なんで剥けたん？それでは食べてみましょう。いやー美味しそうだな。やっぱり王道のマルゲリータ間違いないですね。
美味しい。耳の部分も柔らかくて食べやすいですね。チーズが乗ってる部分は薄めの生地なのでとても食べやすい。一瞬でピザがなくなります。落ちたチーズも拾ってベリーグー。自家製プリン380円、ドロロロ、自家製のプリンですよ。そして書いてあったんですけど、卵は力丸くんを使用してるらしいです。力丸くんって言ったら足利人はもう大喜びですよ。完全にね、ピノッキオさん初デート向きのおしゃれなお店で、出てくる料理もこんな感じでおしゃれですよね。カラメルがね、ほろ苦で濃厚。プリンの部分も力丸くん卵使用なのか濃厚ですね。うまい。これはグー。パスタごちそうさまでした。マルゲリータごちそうさまでした。プリンごちそうさまでした。それでは振り返りです。本格イタリアンが美味しかった。ピザも大きいし、パスタも大盛り、かなりの量で大満足。他のパスタも食べてみたい。本日はごちそうさまでした。